エドガー・マルティネス賞はメジャーリーグベースボールの賞。年間で最も活躍した指名打者に贈られる。ゆえにこの賞は指名打者制度を採用しているアメリカンリーグのみの賞となっている。メジャーリーグ各球団の担当記者やアメリカンリーグの広報担当などの投票で決定する。1973年の設立当初は最優秀指名打者賞であったが、 エドガー・マルティネスの功績を称えて2004年に解消した。マルティネスは2019年にアメリカ野球殿堂に表彰された。デビット・オルティーズはマルティネスの5回受賞を超えて現役最終年の2016年を含む8回受賞した。2020年はナショナルリーグ史上初の指名打者制が導入され、アトランタ・ブレーブスのマーセル・オズナがナリーグ史上初の 受賞者となった。同一年にシルバースラッカー賞と同じ選手が受賞する傾向が強い。初代受賞者オーランドセッペダ最多の8回受賞、デビッドオルティーズ・ミルフォー・キー・ブルワーズは1998年から指名打者制を採用していないナショナルリーグに所属。アトランタ・ブレイブスはナリング史上初の指名打者制導入により受賞者が出ていないのはロサンゼルス・エンゼルス。 タンパベレーズと2013年からアメリカンリーグ所属のヒューストンアストロズの3球団、ありがとうございます。